はい、どうもこんにちは。沖縄の杉です。さてと、今回はですね、またマインクラフトやっていこうと思います。なんかさ、今回のアップデートあってから、すごい重いっつうか、立ち上がらないっていうか、立ち上がらないんで、マインクラフトは。ここまでね、立ち上がるまでに30分くらいかかったかな。どうしちゃったの？まあ、とにかくね、一日も早く、まあ、アップデートか何かで、修正来てくれることが、望ましいかななんて思っております。まあ、やっぱりね、マインクラフトのライブというか、マルチやりたいっていう声もあるんで、やっぱりやっていきたいって思ってるんだよね。ところが、まあ、立ち上がるのにこんな状況だと、例えばライブ前にさ、マインクラフト立ち上げようとしたら立ち上がらない。それで、まあ、できないなんていうこともなくはないので、うん、もうちょっとね、安定するまで、ライブの方はしばらく、お休みかななんて思っております。その代わり何やるかっていうのを今考え中。というか、リクエストがあれば、どんどん言っていただけると嬉しいです。というわけで、まあ、今回も始めていきましょう。マインクラフト。というわけで、今日も一日よろしくお願いします。というわけでですね、今回もここ、スポナーのあったところに来ておりますけれども、まあ、今回やることっていうのは、やっぱりスポナーの、うん、とりあえずトラップ作りですね。これからやっていこうと思います。今ちょっと空洞にビビった。はい。一応ベッド持っとこう。出ていい。いいか。よし、行こう。スポナーの方またちょっとね、いろいろ建築やりまくって、やりまくってですね、変な言い方ない。少しね、進めてはあるんですよ。ちょっと、出ていい。まあ、こんな感じ。ここまで一応、はい、できております。なので、ちょっと行こう。一応、ここね、はい。こういうのも作っといた。なので、まあ、まずやるべきこと。これだよね。水流して。あれ？通れない。これはちょっとめんどくさいことになってる。よいしょ。こうやって、あそこの真ん中で、まあ、いいや、せーの。まあ、でもって、またこの辺りで。めんどくさ！頑張るっす、頑張るっす。この辺りでいいかな。よいしょ。おはようございます。というわけで、また、スポナー作り行こう。こっち。このね、起きた後必ず、ちょっと、方向がね、方向音痴になるんだよね、いつも。でね、あと、一箇所ぐらい。この辺り、どこだ？多分、ここ。よし。でもって、ここ、一応安全地帯になっちゃってるから、一応問題なく流れてるね。OK。ほんで次こっち。よし。一応ちゃんとできてる、できてる、できてる。ちょっと上がりたいんだけど。上がりたいんだけど。よし。ちょっとね、形としては歪だけど、一応経験値トラップになりそうな感じではできてはいると思うんだよ。よし。よし。それで、流れてきたやつがここに落ちる。はい。で、ここからちょっとまた下まで掘っていこうと思います。でもって。こういう風に落ちてくる。それでもって、一応まあ溜まるべき場所。行った？あ、行った行った。オッケー。よし、これで、うん。問題はね、ここへまで、ここまでどうやって来るの？しまった。自分が出るときのことを考えてなかった。
はい、どっかへ繋がった。あ、ここか。よし、こんな感じで繋がっているんで、こうやって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 。あ、もう外は夜だ。ちょっと待って。あれ？ベッドどこ行ったっけ？こっちか。はい。で、よし、これはこれで OK として、でだ、まだやることがあるんだよ。やり忘れがあったんだよ。で、後ろのところにいるんだ。助けてやるよ。これで、ぶっ！何？何？何？ちょっと待って、あんなとこ、スケさん 2体もいるし。どうしよう。2体だよ、2体。2体はちょっときつい。ほっとこう。オッケー、これで下真っ暗になったかな。よいしょ。行ってみよう。せーの。お、真っ暗になってるね。オッケー。で、落ちてってるね。今なんか落ちてった。この塞いで。よし。ちょっと見に行こう。ん？びっくりした。まあ、うまくいってれば、はい、これでさっきの下のところに溜まってるはずなんで。溜まってるじゃない。あれ？ああ、一応落ちてるか。おや？しばらくちょっと放置。しばらくちょっと放置してみます。おっとっと。なんであんな、あんなのが、あんなところが。来るな。ちょちょちょ。なんであんなところにあんなのが湧いてんの？ちょっとなんかとんでもない状況になっちゃいました。まあ、とにかくね、はい、ゾンビのトラップのやつは、うまく動いてはいないけれど、とりあえずできたってことで、で、なぜか知らないけれど、ゾンビじゃなくてあんなやつが、襲撃者たちが湧いてます。はい、まあ、ちょっと、あいつらが消えるので、ここで待機してますけれども、これからも頑張ってやっていこうと思うんで、よろしければ、まあ、今回はこんなところで一旦終わります。よろしければ、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それじゃあ、お疲れ様です。またね。